市議会議員の川口博史です。今回は、高齢者の福祉について少しお話をさせていただきます。少子高齢化、お年寄りが今昔頑張っていただいて、たくさん今そういう時代になってしまいました。頑張っていただいた方が住み慣れたところでずっと過ごせるようにと、で福祉の展開もしていかなければなりません。そういった中でやはり、やむを得ず施設に入る方もおられると思います。しかしそこも待機待ちがある。できることならば住める間は、希望があるならば在宅、住み慣れた家、住み慣れた人が見守ってくださる地域の中で、住み続けられる、制度、これは大事じゃないかなと。費用面でも、そちらの方が、自立して、お手伝いして、暮らしていけるなら、市も助かりますし、そういったお年寄りの方も、住み慣れたところで住むことを望んでいる方が多いのではないかとも思っております。そういった中、いろいろな施策が展開されております。在宅の支援の中で、たくさんのメニューがありますけれども、31ぐらい在宅支援のあります。しかしながら、そういった状況を公民館によく行く方とか市の方を知ってるとか、区に電話して聞かれた方は少しは分かると思うんですけれども、何かできませんか、どんなメニューがありますか。その中には所得によって自己負担がいるやつ、いらないやつもあります。なかなか分かりにくい。では民生委員さんにそこを分かりなさいっていうのをボランティアで本当手出しでやっていただいている民生委員さんにそこまで頼ることもできません。少なくとも申請主義であるならば、市はもっと、きめ細かに、こういった施策があるよっていうアピールもしてほしいし、福祉が、広く中心というよりもやっぱり町内で、うちの町内はこういう方おるよとかですね、ここ危ないよと、こういったおばあちゃんたちなんかお手伝いしと、私たちも頑張るからできないのっていう時に、そこで毎回、区役所等に問い合わせたり包括支援センターに聞いてもその時だけの対応になります。もっと、近所の方が、身近な方がこういう制度があるよ、すぐ連絡したらどうね、こんな使いなさいよと、それを、あそこのおばあちゃん一人暮らしだから、こんなのしないの言えるような、地域での支え合い、助け合いの構築をしなければ、たくさんいろいろなメニューをしてもそれが必要な人の1割ぐらいしか使われてない政策がたくさんあります。これは他の分野でもと思います。これを医師の職員の方が全戸に訪問してしてても拉致が開かないと思います。やっぱり地域が一緒になって、その時にはやはり隣組は町内というところをしっかりパートナーとして、区役所なり包括支援センター、そのちっちゃな町というか隣組、町内、そこをですね、主眼において情報収集しながら必要なサービスを提供できる、たくさんの31のメニューがあってもなかなかうまく生きてない、これは使われなければいい制度ではないと思います。まずいろんな分野があると思いますが、高齢者福祉、また、そこに住む方の見守り安全確保、これは地域の方もできるならできる分は協力するよ、パートナーとして、そういった、いろんな情報交換、そして、必要があれば連絡いただければすぐ対応できる仕組み、制度はたくさんありますが、それを活用するということを真剣に考えようやということで、委員会でもようやく議論になってきました。一番大事なのはやっぱり経済よりも、経済もですが、そこに住む人が、豊かにですね、助け合いながらやっていって笑顔で暮らせる、住み続けられる、努力を怠らないことと思います。しっかりと、地域に根ざして、仕事できるように勉強していきたいと思います。